相良城は、東都海国灰原郡にあった、日本の城。江戸時代の一時期には、相良藩の藩庁が置かれた。平安時代末期から、鎌倉時代初頭にかけて、相良省の武士、地頭である相良市の館が築かれていた。戦国時代、皇天神城を攻略して、東都海国の支配を図った、武田勝頼は、相良に築城を行っている。その後、東都海は、 天正年間に徳川家康の治めるところとなった。天正十四年、相良城は相良御殿とされ、徳川家康の高刈りに用いられた。江戸時代に入ると相良陣屋として相良藩の藩長が置かれ、本田市三代、板倉市一代、本田市一代の城郭となっている。近世の相良城は、明和四年に田沼沖継が築いたものである。田沼沖継は、 小川御用取次であった法暦8年に、江戸の五福教五門内に屋敷を与えられるとともに、佐良一万国の領主となったが、この時の佐良には、城はなく、陣屋のみあった。沖継は、その後、十大将軍、徳川家治の信任を受けて、老中として、手腕を振るい、所領も数を重ねた。明和4年には、家治の命によって、神田橋五門内に屋敷を与えられ、 築城を許可されて城司閣となった。相良城の建設には翌年から取り掛かり11年間の月日を要した。おきつぐは不審工事を過労の井上伊織にすべて委ね、1780年の完成に合わせて62歳になったおきつぐは見聞の名目でお国入りを果たした。特に天守閣を築くことを許されており、縄張りを北条流軍学者の須藤二郎兵衛に任せ、 三重櫓の天守閣を築いた。相良城は、萩間川、天の川を外堀として、本丸、二の丸、三の丸からなり、その規模は、東西500メートル、南北450メートルで約7万坪に及ぶ、三重櫓を中心に櫓は6基あり、三重の堀を巡らし、総石垣で、安永9年12年の歳月をかけて完成した。田沼はその後もたびたび仮像を受け、 安永元年には五万七千国を領することになる。天明六年、家春が没し、松平定信が、老人、天明七年、退院した沖継から家徳を継いだ。田沼医名は、道のく下村藩一万国に転出。相良城も廃城とされ、天明八年に徹底的に破壊された。田沼医名の違法後、相良は、天領となった。文政六年、道の下村藩主。 若年寄田沼伊勢が、相良に一万国の領主として復帰し、相良城後に、相良陣屋を構えた。明治元年に、田沼伊尊が、数佐国防藩に移されるまで、相良陣屋は、相良藩の藩長として機能した。本丸後に立つ牧野原市資料館城跡は、牧野原市役所相良市所、牧野原市資料館が、本丸後に、牧野原市立相良小学校が、二の丸後、 静岡県立相良高等学校が三の丸跡にある1782年御殿と書院を藤枝塾の中心地に位置した延明山体系塾里に移築している。ありがとうございます。